こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バンシーブリーズ、これはいいスタートを切りました。ロススペイン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくバンシーブリーズ行きました。続いて前へ行くのはパーシャンエアー、さらにはアップトゥーミュージック、8番ロススペイン、その後ろバージニー、後方から、それでは先頭から。先手を取ったのはロススペイン、その隣にアップトゥーミュージック、ジェイドゲート、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアップトゥーミュージック、さらにはロススペイン、並んで4番ジェイドゲート、好位置をキープしています。ファストフレンド、その外にクリムゾンメロディー、その外からパーシャンエアー、すぐ後ろにグリッターウーマ、ダイナマイトミュージック、そのうちに続いています。並んで3番ビューティーローズ、最後方にアニーシスティーナ、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はロススペイン、まだ粘っています。アップトゥーミュージック、ほとんど差がありません。スターリードリーマー、3番手ファストフレンド、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はタップトゥーミュージック、タップトゥーミュージック先頭、残り 100m、 タップトゥーミュージック先頭、バンシーブリーズ追いすがります。タップトゥーミュージック、タップトゥーミュージック1着、2着にはどうやらバンシーブリーズ、勝ったのはタップトゥーミュージック、見事な勝利です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってオースミジェット、オースミジェット先頭、あと 200m、 先頭は MI ブラウン、オースミジェット必死に追いすがります。 MI ブラウン先頭、2番手はオースミジェット、 MI ブラウン1着、 MI ブラウン完勝、 MI ブラウン1着、2着はオースミジェット、これが世界の実力だ。 MI ブラウン4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は東方エンペラー、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 東方エンペラー先頭、2番手はハイランドパサー、東方エンペラーゴールイン、東方エンペラー1着、2着にはどうやらハイランドパサー、1番人気に応えました。東方エンペラー見事です。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはアグネスバンク、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 アグネスバンク先頭だ。残り 100m、 アグネスバンク厳しいか。プリモディーネ、アドマイヤーオフ追いすがります。プリモディーネ、プリモディーネ1着、2着にはどうやらアドマイヤーオフ、プリモディーネ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。